はい、では真帆さん、今日のテーマは何でしょう。はい、本日は私もしている委託販売についてお話ししたいと思います。はい、はい、委託販売をしてみたいと思っていてもどこから取り掛かればいいのかわからないっていう方は多いと思うんですよね。なので、私も最初そうだったので、自分でフリマに出たりしていたんですけれども、それにもちょっと限界がということで、自分なりにいろいろ調べたことを今回はお話ししていきたいと思います。まあ、こういうね、委託とかについてはだいたい本とかには載ってなかったりするんでですね、まあぜひ委託販売とかに興味がある方は、どんどん質問を書き込みをしてください。はい、お願いします。まずは委託販売っていうのがどういうことなのかということからお話ししていきたいと思います。委託販売っていうのは自分の作ったものをお店に預けて代わりに販売してもらうことを言います。お店によって販売方法や委託の契約が違うので注意しましょう。後でお話しするんですけれども、委託料っていうものを支払うのが普通の、普通です。というか支払わないところはないと思います。次に、委託販売をお願いするお店の種類についてお話ししたいと思います。私が思うに大きく分けて4種類あると考えています。もしかしたら他の形態もあるかもしれないんですけれども、ここではその4種類についてお話しします。1つ目はボックス貸しについてです。そのボックス貸しというのはスペース貸しとも言います。お店の中がいくつかのボックスやスペースに分かれていて、その中の一つをレンタルするというやり方です。場所貸しですね。写真はボックス貸しの写真ではないんですけれども、ちょっと写真が用意できなかったので、こういうお店の、今私が委託しているお店の写真をちょっと撮らせてもらって例としてあげていきたいと思います。こちらがですね、真ん中に棚があるんですけれども、この棚ごとに、契約という形になって、棚ごとに委託さんが違うという、形がボックス貸しの、形態になります。この写真だと後ろにも棚があるんですけれども、その棚ごとにも委託さんが分かれていて、各段ごとに委託さんのスペースになってるっていうことになると分かりやすいかなと思います。はい、ね、なのでお店全体がたくさんのスペースに分かれているっていうのがボックスガスの委託の形態になります。はい、2つ目が実店舗に作品を預けて、お店側がその作品に合った置き方をしてくれる形です。で、この写真が今私が委託をお願いしているお店の写真なんですけれども、ここだとバッグを例えば納品したとしたらバッグのところに、でポーチだったらポーチのところに、他の委託さんの作品ともう紛れて一緒になって置いてもらうっていう形になります。なので自分のスペースっていうのはなくて、まあ、ジャンルごとにお店が分かれていて、そこにいろんな人の作品が置いてあるっていう形が、2つ目の形態になります。で、3つ目が、ネットショップへの委託になります。こちらちょっと写真がなくて申し訳ないんですけれども、委託とか委託ネットショップとかで検索するといろんなショップが出てくると思うので、そちらを参考にしていただきたいと思います。ネットショップはお客様が自ら足を運ぶ実店舗ではないので、検索はしやすいかなと思います。で、4つ目がワンデイショップやフリマ、期間限定のイベントなど、期間が決められているところへの委託です。今写真出ているのが、私の委託先で行われた3デイイベントの様子です。で、このテーブルが、一人の作家さんのスペースになっていて、ここに今回は、各作家ごとにスペースが設けられていたので、そこに作品が並ぶというボックス貸し形式のイベントでした。
イベントによっては作家別に置かずにジャンル別に置く場合もあります。ちょっといいですか、ちょっと音が悪いみたいなんで、ちょっと音声を触ってみましょう。はい、何が問題でしょうかね。さっきのその期間限定のフリマとかイベントとかの形なんですが、イベントによって、置かれ方が違うので、それはあのイベントの主催さんに確認を取っていただきたいと思います。はい、まあ、ほんと一口に委託って言ってもいろいろ本当ありますね。そうなんですよね。なんで、あのそれぞれメリットデメリットがもちろんあるので、それを今からお話しします。ただし あくまで私個人の考えなので、これが全てではありません。それちょっと気をつけていただきたいんですが、最終的には自分に合ったところを探すのは自分自身ということを忘れないでください。参考程度に留めていただければと思います。そうですね、まあ、人によってはほら自分でやった方が手数料少なくて済むっていう人もいるだろうし、あまりこう売り込みとか得意じゃないのでもお任せして、まあ、手数料高くてもいいやっていう人もいると思うので、もう本当自分でねいろいろ調べて利用するといいんじゃないかなと思います。はい、ではボックス貸しのメリットデメリットからお話ししたいと思います。メリットは何といっても展示方法の自由度が高いっていうことだと思います。自分に与えられたスペースを使って自分の思う通りの展示方法ができるという点です。高さや装飾に制限がある場合もあるんですけれども、それをクリアできれば自分の好きなようにできるっていう点が一番だと思います。ただただ置かれているだけよりも、下に布を敷いたりとかカゴに入れてまとめたりするだけでお客さんの目に留まりやすくなったりとか、決められたスペースの中でいかに他の人よりも目立つ展示ができるか、あと自分の腕にかかるっていうのもあるんですけれども、でデメリットの方は上中下段、あとはお店の奥手前、スペースによってレンタル料が委託料ですねが違うっていう点です。目立つ場所、例えば目線の高さとか、お店に入ったところとか、レジの隣とか、そういうところはやっぱりレンタル料が高かったりします。で、逆にあまり目立たない場所、目線よりも上とか下とか、お店の奥の角の奥とか、あまり行かないところとかはレンタル料が安いことが多いです。あと目立つ場所っていうのはもうすでに埋まっていたりとかしてキャンセル待ちをしなきゃいけないっていう場合もあります。ああ、なるほど。確かに目立つところはね、先にもうすでにこう他の委託さんが入ってたりとかしますもんね。そうなんですよね。で、次にお店の方に展示をお任せする形の場合で、こちらのメリットはお店が全て並べてくれるので、自分は展示のやり方に自信がないっていう場合はすごいいいと思います。お店の方が自分の作品を最適な場所に置いてくれるので、お客さんにも分かりやすい。例えばポーチを納品したりするとポーチ系のところにポーチ系のものが置いてあるところにお店の人が置いてくれたりします。ということはポーチを見に来たお客さんに漏れなく見てもらえるということですね。で、写真のように革紐のネックレスを一箇所に集めたり、こんな感じですね。あと子供の用品、子供のレッスンバッグとか、タオルとか巾着とか、そういうものはそういうものを一箇所に集めてあったりします。こんな感じですね。で、デメリットっていうのはやっぱり全て展示方法をお任せするっていう形になるので、あっちに置いてもらいたいなっていう希望が叶えられないことがあることですね。で、他の人があまり作っていないっていうものなんかはお店の端のエリアに置かれたりとか、あれ聞こえない、他の人があまり作っていないものとかは、お店の人がどこに置いたらいいのかわからなかったりするので、端のところに置かれちゃったりとか、
そういうのはやっぱり僕が言えない部分がありますね。あとは例えばヘアピンを納品したとして、それを主婦や主婦とかヘアゴムが置いてあるエリアに置いてもらいたいって自分は思っていても、お店の人がネックレスやリングなどのアクセサリーのエリアに置いてしまったとか、そういうことがあったりします。で、自分の中ではヘアピンがヘアアクセサリーという括りだったのに、お店の人から見たらシュシュとかは布物、ヘアピンはアクセサリーと同じ金属物という括りだったっていう考えの違いが生じてくることがあります。じゃあネットショップの場合お願いします。はい、メリットは委託をお願いしている期間、24時間いつでも販売できるということです。実店舗に委託をする場合、やっぱり営業時間とかお休みの日とかが決められているので、ネットと違って販売時間っていうことで考えると、とても実店舗だと短くなってしまいます。つまり時間による販売のチャンスが広がるということです。で、あとは頻繁に自分の作品の販売状況がチェックできたり、他の委託さんがどういうものを出しているのかっていうのが、どういう値段で出しているのかっていうのがチェックしやすいということです。で、デメリットというと、やっぱり知名度が低いネットショップの場合、ここでアクセス数が少ないショップのことを指すんですけれども、アクセス数が少ないっていうことはお客さんが少ないっていうことなので、売り上げがあまり期待できないということです。なんでこれはちょっと見極めがとても難しいところになってしまうんですけれども、で、あとネットショップ管理者のところに納品して、管理者さんが一括した発送を行う場合と、ネットショップ管理人さんのところに納品をしないで、注文が、写真だけ送って、注文が来たら自分が発送をしなくてはいけないっていう場合と2種類あると思うので、そこは契約するときにチェックが必要になります。はい、で、前者の場合は納品する場合は向こうが全部やってくれるのですごい楽なんですけれども、後者の場合、納品しないで自分が発送するっていう場合になるとちょっと面倒ですね。まあ、でも後者の方だったらもう自分でネットショップ立ち上げてカートを借りてやった方がいいんじゃないかってぐらいですね。はい、ただカートを借りるのにお金がかかるとか、はい、自分でやるのが面倒くさいとかってなるとどうなんだろうっていうのがやっぱありますよね。私なんかも自分でカードを借りてやってるタイプなんで、あれこれだったら自分でやった方が楽じゃねって思っちゃうんですけどね。そうですよね。はいはい。で、最後にワンデーショップとかの期間限定の委託の場合ですね。で、こちらはメリットは人気のイベントなど集客があるところへの委託の場合、売り上げがすごく見込めるんですけれども、あとは期間限定なので取引とか煩わしい作業が短期間で終わります。で、あとは気軽に始められるという点ですね。で、本格的に委託販売をする前のお試しにもなります。自分のものがどういうものが売れるのかとか、あと期間限定とはいえ委託先との取引の連絡とか納品書を作成したりとか、納品する作品をどのぐらい作ったらいいのかとか、そういうのは実際の委託販売と何ら変わらないのでお試しにいいかなと思います。で、あとデメリットは往復の送料と、あとそれとプラスして普通に委託料がかかるので、やっぱり売れないと赤字になるっていうことがあります。直接イベント当日に納品しても OK っていうところもあるんですけれども、大体はイベント1週間前に、納品締め切りされて、委託先の方が検品をして当日並べるっていうところが多いので、やっぱり送料はちょっとネックになる場合があります。で、あとは一人でどのぐらいまで OK ですよっていう納品数が決められている場合が多いです。
納品数が決められているっていうことは、多少売れ残っても送料と材料費と委託料、この3つの元が取れるようにしないと赤字になってしまうってことなので、値段付けとかどういうものを作るのかっていうのを結構考えないといけないっていうことです。うん、まあそれぞれ本当委託のねシステムによってやっぱ全然違いますね。そうなんですよね。委託方法の種類別にお話ししたんですけれども、これプラスお店の雰囲気とか、あとでお話しする委託料のこともあるので、本当に自分に合ったところを探すのは結構大変です。私も今のところがもう何年ぐらいだろう、4年ぐらいかなのところに、今のところに落ち着くまで2件委託販売もしたし、2つ目 の、 あの期間限定販売系っていうのは、3件かなやりました。でその委託先はどうやって見つけたんですか？まあ、そこら辺も結構知りたい人が多いと思うんですが、はい、私の場合はネットで検索することが多いです。委託販売募集とかで検索して出てきた募集要項を見たりとか、その店のホームページを見たりとかして問い合わせます。あとミクシーのコミュニティで募集コメントを見て、問い合わせをしてみたりとかで、一番初めに委託をお願いしたところと、2回目にお願いしたところはネットで見つけました。で今お願いしているところは、写真見てわかるように雑貨屋さんっていう見た目なので、普通にふらっと入ったら募集のポスターが貼ってあったので応募しました。であとは今話題のハンドメイド系の SNS とか、オーシーアイランドさんとかなんかでも結構頻繁に募集がかかってたりするので、そういうところで見つけたりとか、ネットショップなんかは年中募集しているところが多い気がします。で募集しているところがあってもジャンルが決められていたりとか、布小物なんかは作っている人が多いので募集していなかったりするんで、そのお店がどんなものを求めているのかっていうのを知る必要があります。であとできればなんですけれども、実店舗がある場合はそのお店に一度足を運んだ方がいいです。と立地とかお客さんの入り具合とかお店の雰囲気とかチェックできるのでした方がいいと思います。おーまあね、自分の作品がどんなところで売られてるのかはやっぱね知ってて損はないですからね。はい。であと委託料のお話をしたいんですけれども、これは大きく分けて3種類あります。毎月決められた委託料を支払う方法と、売り上げたものの値段の何パーセントかマージンとして支払う方法と、あとは両方ともかかる方法があります。ボックス貸しは大体レンタル料として月々決められた金額を払う場合が多いです。であとは場所によってはその月々のレンタル料プラス売上の何パーセントかのマージンを取られる場合もあります。で実店舗の委託の場合は売上からマージンを取る場合が多いです。でネットショップの場合は最初に登録金としていくらか払って、でその後は売上からのマージン制っていうのが多いと私は感じます。でイベント系は、参加費という形で、いくらか支払って売上からもマージンを取るっていう方法が多いと思います。まあ、どのような制度になってるのかっていうのはお金がかからむことなんで、まあ、やっぱ確認しておいた方が一番大事な、はい、ところだと思います。はい、はい、というわけでもう残り3分となってしまいました。はい、さっき質問でなんか答えてないやつとかありましたかね？なんかボールチップはさっきコメントで返事してくれてましたね。そうですね。はい。ボールチップでも穴に通すタイプの方がしっかりしてると思います。挟むだけより。挟むだけだとやっぱりなんか、大丈夫なのかなって。なんか、隙間が空いちゃいそうで、やっぱり穴通すやつの方がいいかなと思います。他に何か質問ありましたら、初めて作るんだったらどんなのがいいですか？やっぱちっちゃいものの方がいいですよね。そうですね、あんまり最初から大きいのにチャレンジしないで、小さいものからすぐ終わるものから
がいいなと思います。失敗してもあのちっちゃいとあの生地の量が少ないんで あ, の、うん、あんまり痛くないからですね、あのちっちゃいのから やると楽しいかもしれませんね、うん、はい、はい、というわけであと2分ですね、本日もお時間となっており、はい、 なりました、今回もご視聴ありがとうございます、洋裁手芸放送では皆様からの洋裁手芸に関する質問をお待ちしております。また作った作品投稿もお待ちしております。投稿先はツイッターで、アットマーク洋裁工房宛てにつぶやいていただけるか、あの上にこの今画面の上側にですね、掲示板のリンクがございますので、生放送作品投稿と書いて、書き込んでください。はい、本日の来場者数は173名、総コメント数は98件でした。はい。なお、放送を逃したくないという方は、ツイッターで、アットマーク、洋裁工房をフォローしていただくと、放送開始の時に、つぶやきます。はい。本日のパーソナリティは、マーマと、はい、うさこでした。ご視聴ありがとうございました。マーファさんお疲れ様でした。皆さん、マーファさんに対して拍手。お疲れ様でした。